ってきてね、ご飯とか食べてたんですよ。だけど髪の毛を何もしていないということで起きて、そのままなんですよ。本当に寝癖も何も直してないので、ちょっと今からアイロンを当てたいと思います。おはようございます。やばい、今日は本当にとうとう千秋楽ですね。やばくない？普通に海はね、なんか実感がない、ほんまに。あ、汚い。あ、でも大丈夫ですよ。なんか期間限定のドレス着たリカちゃんとユミさんからもらった手紙飾ってる、あとアクセサリーケースがあるぐらいなので大丈夫ですけど、なんか実感がないんですよ。そう、本当になんか、ほんまに実感がなくて、何ですか、やばいな、本当に実感がなさすぎて。それではちょっと髪の毛を切りますね。やるんですけどね、皆さん実感ありますか？今日千秋楽やなみたいな。本当になんかまだまだ続きそうな感じがしててね、ダメですね、ちょっと終われない、さすがに今日はまだ。そうですね、でもまあ最後なので楽しんでこようと思います。アイロンは本当はもっとね、分けて当てるのがいいんですけど、ちょっとめんどくさいので、海は気分が乗った時だけちゃんとアイロンを当ててます。もう嫌って日はただ寝癖を直すとか、まあ表面上の髪の毛を直すだけならもうなんかそんな分けたりしないです。後でどうせアイロン当ててもらうので大丈夫です。そうですね、スケジュールに世代交代ないから実感少しあるわ、確かに。でもね、なんかアミたちは結構ギリギリとかにこの日は誰が出るとかが言われるから、なんかね、逆に今予定に入ってなくてもまだ送られてきないなぐらいにしか思ってないからさ、ほんまにいいし、今日から1週間ぐらい経って世代交代っていうメンバーが出てこへん時に、あ、終わったなって実感して泣いてるかもしれない、ほんまに。家でね、家でシクシク一人で泣いてるかもです、ほんと。やばいですな、ね、ほんまにさ、寂しいです、ほんとね。もうキューキとだって一緒に公園に出れることはさ、まずないやん、キューキだけで公園に出るってのは。ここが一番寂しいところですね。はーい、寂しいな、でも仕方ない、いつかは、先週始まったからな、いつかは終わるからさ。でもやばくない？普通にもう悲しすぎて、てか全然本当に実感がないんですよね。でもまずキューキと離れるのが嫌だからね、最近ずっとキューキでね、もう本当悲しいよねって言ってますね。なんかみんな千秋楽が終わるのも悲しいけど、なんかキューキ生で作ってきた公演がなくなるのも悲しいし、キューキ生として活動できるのがもうライブぐらいしかなくなるやん、それが寂しいって言ってます、みんな。海もそうですね、同じ意見って感じ。待って、櫛がない、手でやりましょう。本当に前髪が短いのでね、楽ですね。もうこれは時間がない日はもうこのまま飛び出せるんじゃないかってぐらいいい前髪です。はい、でも9期の公演が千秋楽が今日っていうことは、10期生の公演が明日ってことなんですよ。それもびっくり一回集めます。9期生が大好きです、ありがとう。 NAB 劇場通ってて一番たくさん見れた公演でした、ありがとう。世代交代、ほんまにな、きっとね、
旧期生を応援してくださってる方だったら、皆さんも世代交代に足を運んでくださった方がいるんじゃないかと思うので、寂しいですよね。もう見られなくなっちゃう。ほんとたくさん配信見て、アーカイブもめっちゃ見てくださいね。みも見ます、ほんまにいっぱい見るわ。寂しい。はい、これですね。あ、これはこの前髪はもう巻くとかじゃないんですよ。ほんと短すぎて巻いたら眉毛になる。眉毛、眉毛って言う、眉毛になっちゃうので、巻きすぎないようにしましょう。あ、どうせね、後でね、また前髪も巻き直すので、とりあえず行き道とか、レッスン中だけですね。もういいです、こんなんで。どうせ崩れるの汗で。タッパーさんがね、休憩イベントになるのが。そうですね、だから皆さんたくさん来てくださいね。そう、休憩単独ですね、多分最後。あ、久しぶりに見た前髪、アトムヘアな。そうですね、久しぶりかも。なんかね、ショールーム中に前髪を作るときは手が離せなくなるので一旦こうします。これでアイロンを通します。なんかね、違います。違います。さっきピンで留めてたからですかね。まあいいや、どうせこうなるので後で。 OK、 こんな感じですね。もうアミは寝癖が治ったらいいかなぐらいの程度にやってるので、はい、もうこれ以上やりません。髪が傷んじゃいそうですから、ここだけと寝癖を直します。巻きはしません。 あと今日スマコネもあるんですよね。世代交代の千秋楽っていう日にスマコネもあるので、皆さん大忙しだと思うんですけどね、よかったら聞いてください。はい、オイルを塗ります。そしたらオイルは両手に塗って、それで内側から塗ることをおすすめします。なんか外から塗ると、外からは一発目じゃなくて、ちょっと余った手に余ったやつをちょっと塗るぐらいじゃないと、なんかね、すごい汗かいた人みたいな、すごいねデロデロになっちゃうので、前髪も残ったやつでやってください。ちょっとだけ前髪の量が増えたね。アミこの前切ってもらった時にきっと増えてます。でも増えたからなんか崩れにくくはなりました。あ、いい感じですね。はい、こんな感じ。おしまい。はい、おばねおしまい。 OK、 じゃあアイロン切りましょう。父だからね、早っ。ねえ、おいらも一番見た子で本当大好き、わかる。本当に寂しい、マジで本当に寂しいですね。どうしよう、これから生きていけるかな。頑張ります。でもあー寂しいな。ちかっぱにあきら先生来たらまた大雨になるのかな。雨男やからな、アギラ先生。どうやろう、でもさ、どうやろう、チカッパはアキラ先生きっと来ると思うので、練習の担当っていうか、多分練習に付き合ってくださる先生がアキラ先生やから、そうなるとですよ、そうなると雨が降る感じですかね。やばいよな。誰か晴れの方、晴れ男の方来てくださいね。えもう緊張してきたな、めちゃくちゃ。ほんまにどうしよう、世代交代思い出いっぱいあるから本当に寂しいね。ほんまにな、ええほんまにさ、ドキドキしてきた。緊張るって感じですね。
今だから言おう、ケーキのプロフィール写真を初めての時あやめちゃんに興味がありましたって。そうやな、可愛かったもんな、めっちゃ。なんかあみはね、今の壁写よりも T シャツの時の方が自分は、自分な、個人的には気に入ってます。みんなは他のキューキはどう思ってるかは知らないですけど、はい、アミは普通に今よりも前の方が良かった。多分今なんかね、ショットがあかんまあね、はい、まあもうちょっと荒れ続くと思うので頑張りましょう。おはよう。セーラー服で歩いて出てくる姿がもう見れないのが寂しすぎる。確かに。待って、ほんまに緊張してんけど、心臓が今飛び出そうなぐらい緊張してきた。スマホで時間かぶってるので公演終わったら聞きました。聞いてください、皆さん聞いてください。そう、コジリンさんとのスマホでね、めっちゃ緊張してると思うんですけど、あのラジオとか喋るのは大好きなので、ま、見てくださいね。おはよう。そう、スマホの外と危ない皆さん見てください。ん、テトラのイベント行ってくる、行ってらっしゃい。あー、ほんまにドキドキ、なんかほんまにドキドキだしな、ほんまにやばい、ほんまにあー、そうそう、風呂入ってない人になっちゃうんですよ。オイルをこっちからドドベと塗ってったら、おいちゃん、おは、おは、練習役は魂だけ参加します。そうですね、そうしてください。あー、ほんまどうしよう。え、練習役はるちゃんの劇場の前だけ行きます。待ってるわ。確かに今までやったらモニター観覧してたらお見送り会だけは来れたんですけどね、それもなくなっちゃったから、うわーって感じですね。ねえ、今日って劇場にあるプランターに花が咲いてたら言う、確かにそれは言えるな。待って、ほんまにさ、心臓が今飛び出そうで飛び出そうなんですけど、やばい。結局レジスタンスは1回だけやったらね、ほんま頼んだんですけどね、まあ仕方ないな。まだね、違う、まあなん、ライブとかそういうのでできたらいいなって思います。え、待って、ほんまにさ、どうしよう、もうほんまにさ、心臓が飛び出そうでドキドキ。何年後かに成長した世代交代リバイバル行為みたいな、そうですね、やりたいですね。うんうん、おはよう、初見です、ありがとう。初見の方はここのハートが白くなってると思うんで、こうしてピンクにしてください。ナミちゃん緊張で変なテンションになってるよ、やってもうやばい、ちょっとほんまやばい。ちょっとね、あのね、ほんまにあの、ほんとにあのね、やばいですよ、緊張が今。伝わってますか、この緊張。あのね、何でしょうか、言葉では表せれないぐらいの度、100度とかじゃなくて、もうね、超えてるんですよ。もう何ですか、どれぐらいって言われたらいいかな、日常生活で表す緊張だったら、またぎ出演に出るアンダー出演する時の1日前ぐらいの緊張感。あ、その本番、その緩んでるとかじゃなくて、あのアンダー出演はもっと緊張してるって感じですねはい、でもね、緊張っていうよりも今日は楽しんでいこうと思うので、はい、よろしくお願いします。そうですね、壇上で雨のことだ、ほんまにいつもありがとう、ありがとうございます。今のアーシャはおもろい、ほんまにな、今のアーシャは嫌なんですよって。
ってやってるからね、ちょっと苦手ですね、あの顔は。だから皆さん、あの NMB4 って言うと知らない方が見た時は、まずさ、多分アシャから見たりするやん。あれで決めないでください、本当に。あれの一目惚れは良くないですね、本当に。あれで一目惚れする人はおらんと思う、アミの写真を見て。だからそれならツイッターとかティックトックでメモタミで調べてください、本当にお願いします本当に。そうですね、今の壁写真しっくりきてません。おはよう。あ、ブログ見返したら渋谷朝菜さんがペンライトカラーがピンク、ライトピンクより白って、なるほどね。あー、ドキドキするな、ほんま。最後何かで出演あるかな、それも緊張する、確かにな。ねえ、寂しい、本当に。どうしたらいいんですか、ほんまに、ほんまにね、ほんまにね。この顔見て緊張度伝わってください。あー寂しい。あ、ちなみにこのあくびは緊張です。緊張すると頭に酸素がなくなるんですよ。あの、あくびってのは酸素を欲しがるのと雨のドライアイケアなのでね何年か経ってまた雨やる流れ星見えたらいいのが、確かにやりたいなぁ。待っててください。今すぐにサーモンを食べるのだ、ほんまにな。はいはい、食べましょう。あー、ドキドキ。心臓口の隙間から見えてるよって、マジで戻さないと。緊張や。あ、365日おめ、ありがとう。ありがとう。なぎさちゃんの映画見てきてどうでしたか？怖かったやろ。だけど、なぎさんが可愛すぎてな、それどころじゃなかったんですけどね。バトンの大会でどっちが緊張するの？バトンの大会かな。いや、でも、バトンの大会は何かによるかも。まあ、一人種目やったらもちろん緊張するけど、まあ、頑張ろうって感じなんですけどね。チームやったら、自分が落とすだけでノードロップ賞っていう、その落とさなかった時点でなんか賞、まあ、軽い賞みたいなのがもらえるんですよ。そこからまあ10円が決まってったりするので、ノードロップ賞は関係ないけど。だからちょっと落とすってなるとやっぱちょっとでも引かれちゃうのでね、チームの責任になっちゃうから申し訳なく思うから、チームの方はめっちゃ緊張しますね。そうです今のアーシャもめっちゃ可愛いよ、ありがとう。だけどな、あんな笑い方しーひんからみねえのやつ、だから嫌なんですよ。もうちょっと他に野心あったやろうって思っちゃうな。なかったんかもしれへんけどねえ、悲しいでちゅう。この中にアーシャ新規の新規の方はいらっしゃいますかって、ね、ほんまに。あードキドキその時はなぎさちゃんの映画思い出と違う意味でドキドキします。ほんまに違う意味でドキドキするがあれば結構。あーとり寂しい、松田が牛食食べますよって。食べてください、美味しくいただいてくださいこっちまで緊張してきた。そうやな、緊張するな。ハンバーガーでギッと要求する自信しかない、わかる。でも、いやほんまにね、でもってかほんまに実感がないんですけど、やばい。だからね、余計に今日やりきらないと、ほんと普通に後悔するのは絶対嫌なので、ね、楽しんできます。
写真って自分で選ばれへんのはそうなんですよ。だから生写真あるやんか、生写真も、あ、月なんか1ヶ月に1回言ってる生写真もう選べへんから、うーわとかみんな言ってます。うわ、ここ前髪が割れてるとか言って知ってますね。そうです。おはよう。昔ほぼ全員が丸顔になってる株主の時あったで、やって、なんでやろ、加工はでもついてないから取り方の問題ですかね。ねえ、ラミタンの後ろにある星横断幕かな、横断幕の顔新規です。ということで、これですか、パフェを食べてます。なんか変な髪型してるもんね、なんかここだけ食ってる、可愛いと思うんです。作り方の問題やと思うんですよね。あ、タオルか。ありがとう。あ、でもこのラム写真で今までで一番好きだったのはらしくないやな、らしくない、めっちゃなんか漏れてたですね。てかあの衣装がめっちゃ好きです。はい、かわいい、ほんまに。ラシクラシク、これはクリスマスパーティーでね、戻ったね。うわ、懐かしい。なんかね、この前見たんですよ、それ、たまたまクリスマスパーティーのやつ。そしたら、なあなあ、あやみちゃん、なにとか言ってんのを見つけて、なのろすぎやろと思ったの、普通に。でも、なあなあ、あやみちゃんやったら、マイクが響き渡るから、声が聞こえなくなっちゃうんですよ。あの、皆さんが、声が混じれって、なあなあ、あやみちゃんって言って、なあなあって伸びてんのに、そこにあやみちゃんがかぶさったりして、ごちゃ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 って言っちゃうんですよ。だからね、待っとかなあかんかったんですけど。タオルと同じポーズしてみてって。いや、この時なんか嫌なんですよ、ほんと。あいだ、オス。そうです。ねえ。そうですね。やってたよな。懐かしいな。もうそれもでも半年前ぐらいですよ。やば、普通にやばいよ。あ、緊張しすぎて目がね、開かなくなってきました。あー、ドキドキするよ。ドキ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 。本当にね、ドキドキしてきましたね。じゃあそろそろ行の一のまふみさんの絵描きたいと思います。またね、最後ね、公演前、昼夜の間か、まあ、昼公演の前とかわからないけど、どこでやるかは時間があるときにやろうと思います。よろしくお願いします。やばい、本当にやばいな。もう緊張なんやけど、普通に。ねえ、楽しかったですね、クリスマスパーティー。おはようございます。おはよう。アミタンパンダで OK です。やばい、マジでね、ドキドキしてきた。まあ、ドキドキばっかり言っちゃダメですけどね、楽しまなきゃいけないので。だけどドキドキしてますね。アミタンとパンダ、アミタンパンダ、なるほど。
待ってくださいね、今書いてるからね。はい、できた。なんかね、着ぐるみ、あ、変わってる。あ、巻き巻きちゃん、じゃあ巻き巻きちゃんも描きますね。はい、描いちゃったので見せますね。じゃーん、ぐっとくるーん。はい、こんな感じですね。つく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 。はい、はい、チーズ、ありがとうございます。はい、じゃあ巻き巻きちゃんおりますかね。おったら描きましょう。おりなかったら明日描きますね。何にしますか。そう、着ぐるみの頭のシバージュ、体だけ着るぐるみで、頭はねこの耳だけつけたですね。はい、やば、あらあら、あらあら、流れ星みたいでお願いします。わかりました、流れ星みたいで書きます。はい、流れ星ね、もうピンクができないので、てかもう今日で終わりやし、普通に悲しい。待ってくださいね。よし、かけました。かけた。ちょっと待ってね。かけた。じゃーん、流れ星を見たんです。はい、こんな感じですね。はい、チーズ、ありがとうございます。かわちいですね、かわちい。それでは壇上を読みたいと思います。はい、いきます。あ、13位、大野ふぎとさん、ありがとうございます。12位、ひろゆきさん、ありがとうございます。11位、まゆさん、ありがとうございます。10位、あんなちゃん、ありがとうございます。9位、FFF さん、ありがとうございます。8位、りょうじさん、ありがとうございます。7位、ちゃんしもさん、ありがとうございます。6位、日高浩二さん、ありがとうございます。5位、ゴストムライトさん、ありがとうございます。4位、鉄メガネさん、ありがとうございます。3位、継続は力なりさん、ありがとうございます。2位、まふみさん、ありがとうございます。そして1位は、ぶんつかぶんつかぶんつか、ずずずずずずん。あれ ?13 位が違う。ごめんなさい。13位、りんごちゃん、ありがとうございます。12位、ひろゆきさん、ありがとうございます。11位、まゆさん、ありがとうございます。10位、あんなちゃん、ありがとうございます。9位、FFF さん、ありがとうございます。8位、りょうじさん、ありがとうございます。7位、ちゃんしもさん、ありがとうございます。6位、ひだかごじさん、ありがとうございます。5位、コスモライトさん、ありがとうございます。4位、鉄メガネさん、ありがとうございます。3位、継続は力なりさん、ありがとうございます。2位、まふみさん、ありがとうございます。そして1位は、マギマギちゃんでした。
ありがとう。ありがとうございました。はい、ということでね、千秋楽楽しんできますね。本当緊張するけど最後は楽しんで終わりたいと思います。第16次受付のお支払い方法選択期限が今日の23時59分までなので、あのめちゃくちゃね、今8月31日の一部の受付をしてるんですけど、なんか皆さんめちゃくちゃ、この前の受付の時も落選の方がいっぱいおって、今回も結構落選の方がいっぱいいるみたいなので、よかったらね、当たったよって方はお支払いお願いします。じゃあ終わります。せーの、まきまきちゃん、イエーイ、ありがとうございました。じゃあまたね、後で会いましょう。バイバイ、またね。